こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、花谷龍馬さんへのメッセージとして、人生が変わるそのきっかけについてね、お話ししていこうかと思います。よく言うんですけども、人はなかなか変われないとかね、性格ってそんなに簡単に変わるもんじゃないよっていう人いますよね。それはなかなか自分を変えることができない、自分の性格を変えることができなかった方の言い分なんですよ。自分の人格をどんどん変えたり、自分の人生をどんどん変えたり、そういうことが器用にできる方って、あれ？そうなの？気の毒だなと思うだけなんですよ。自分の未来っていうのは過去に関係なく、これから作っていけるんですよね。これはピーター・ドラッカーさんも、ドラッカーさんじゃなかったな。誰だったかな？忘れた。あれだったんですね。マネジメントじゃなくて、誰でもいいや。なんとか監督が言ってたんですけども、トラウマは存在しないってことなんですよね。今やっている行動とか、これから決めることっていうのは、過去のどこにも原因がないっていうんですよ。でも自分ができない方とかね、なかなか勇気が出ない方っていうのは、いつもその理由を過去の一点に、その言い訳を探し出すってことなんですよ。で、自分のできなさを正当化するっていうふうな考え方なんですよね。こういう考え方があるってことなんですよ。嫌われる勇気ってやつですよね。で、私はね、もう本当にいつも思ってるのは、まだいけると思った人だけがまだいけると思ってるんですよ。もうダメだと思った人が本当にダメになると、その瞬間の繰り返しじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、自分の絶望とか自分の行き止まりとかを探すのが得意な人は、本当にそれを探し当ててしまうんだろうなと思いますし、自分の突破口とか新たなる自分を探し出すのが得意な人っていうのは、少なくともね、得意じゃなくてもそうしようと心がけてる人は、今日を明日につなげることができるんではないかなと思うんですよ。少なくとも過去に縛られて今日や明日がね、残念なものになってしまうっていうことは、私は選ばないかなと思います。そこでですね、小さなきっかけが私を変えてくれた、こんな経験があるかどうかっていうお問い合わせだったんですけども、それはね、やっぱり無数にあるんですよね。言えば本当キリがないんですよ。何点か紹介しましょう。私がね、銀河英雄伝説っていうアニメを見ていてね、すごくこれ好きなんですけど、何回も見ちゃったんですよ。今ブルーレイのセットも買ってるぐらいなんですけども、この中でですね、そんなに重要な役ではないとまで言えないんですけども、脇役のちょっとだけ出てくるね、レオポルド・シューマッハ大佐っていうのがいるんですよ。この大佐っていうのは本当に有能で真面目な方なんですけども、上官に恵まれずに、本当に気の毒な一生を終わっていくっていうストーリーなんですけどもね。で、この方が一言言ったことがあります。何かの陰謀に加担した時に、それが本当にできるのか、シューマッハ大佐というふうに詰め寄られるんですよ。その時に返した言葉が、やる以上は成功させるっていうふうなセリフがあるんですよね。これですよね、私を変えてくれた言葉の一つ目、やる以上は成功させる。自分がいかに茶番だと思っても、バカバカしいと思っていても、何の価値もない、何のメリットもないと思っていたことでも、やる以上は成功させないと仕方がないよねっていうことで私は捉えたんですよ。つまらないと思えば思うほど、そのつまらないことすらね、本気で取り組めないお前はもっとつまらないっていうふうに自分に問いかけるわけなんですよね。ですので私はね、何をやるときでも、やる以上は成功させる、そんな気持ちでやってますね。アフィリエイトのときもそうですしね、FX のときもそうです。ネットワークビジネスのときもそうです。やる以上は成功させる。成功するために取り組んだわけですから、成功しないうちにやめるっていう、そんな選択はないです。そしてその成功っていう基準は、取り組んだときに決めます。自分で期限と数量、もしくは売上高を決めて取り組みます。だってビジネスですからね。ノルマをかけてくれる人はいませんから。自分で自分にノルマを課すしかないです。そしてそのノルマに対して、やる以上は成功させるというふうな気持ちで取り組んでるかなってところですね。はい、では2つ目の例を紹介しましょう。私がインターネットを使ったビジネスに参加しようと思ったきっかけは、2013年の3月ぐらいでしたね。 YouTube でネットビジネス儲かるという検索であっちこっちと、探していましたら、 YouTube で妙に熱く語りかける一人の青年がいました。それが土屋博さんだったわけですよね。当時ネオヒルズというふうに言われてました。テレビでもよく出てました。 AKB と合コンやってるところがね、テレビに出たりとかして、もう目立ちまくってたわけですよ。その方は私たちが、その土屋さんのね、塾に在籍中にブラックカードを取得して、そのブラックカードでさらに稼ぐみたいなことをね、どんどんやってくださいました。最近はね、動画が上がってないみたいですけども、でも私はすごく勉強になったことばかりで、その土屋博さんのやっている土屋塾っていうのにね、
参加しようと思ったわけなんですよ。まあ、そこでですよ、私が入塾したのは6月14日だったんですけども、6月14日から最初のカリキュラム、自己アフィリエイトから始めて、そしてたった1ヶ月でね、80万の現金を手にして、それ以来私はもうね、お金の心配がない、そんな人生が始まったわけなんですけども、その一番最初のきっかけに私を変えた言葉っていうのがあるんですよ。それはですね、土屋博さんのところに私よりも先に塾に入っていた人がいました。土屋塾にね。その人はお蕎麦屋さんだったんですよ。毎日蕎麦を売って、恵比寿かどっかでね、蕎麦屋をやってたんですよね。で、土屋さんも蕎麦を食べに行って、うめえとか言ってたらしいんですよ。まあそういう動画ありましたんでね、当時見たんですけども。そしてその蕎麦屋さんにネットビジネスをまあ教えるわけなんですよね。その中で、毎回毎回当時ブログなんですけど、ブログを書いても書いても、全然ページビューも上がらないし、売り上げも上がらないし、本当にね、悩んでいたらしいんですよね。どうしてうまくいかないんだ、どうしてうまくいかないんだと。で、土屋さんはいろんなアドバイスをしていくと。その中で、その蕎麦屋さんがね、ある日、急に電話かけてきたらしいんですよ。土屋さん、大変なことになりましたって言うからね。で、土屋さん、どうしたんだ、蕎麦屋でも燃えたんかってからね、返事をしたら、売り上げが上がってます、140円売り上げ上がってるんですよって言ったら、すごいやんみたいな感じでやり取りされたんですよ。そのエピソードを何回も何回もね、私が入塾前に語ってくれた動画があったんですよ。それで私はね、いや本当すごいなと思いましたね。140円売り上げがあったんだ、もうこれは凄まじい未来が待ってるぞと思ったんですよね。これが私を変える次のきっかけになりました。でも通常一生懸命ブログ作ってね、蕎麦屋を一生懸命やるその傍らで、少ない時間目をこすりながら眠りそうになる体を押してね、ブログを作って、たった140円、蕎麦かけ蕎麦一杯も買えない金額ですよ。それで大抵の人はね、なんてここまでやって140円かって思うんですよ、ね、そこで脱落していきます、ね、ポイントサイトのモッピーで1ポイントをまたいでいく人の気持ちと同じです。なんで1ポイントか、もう1円だろって意味がないよってなるんですよ。でも私たちはまだいけると思う人間なんですよ。自分が変えれると思う人間なんですよ。パソコンでブログで誰にも会わずに売り上げを上げる世界があると知って、そこに踏み入れてみた。そしたら実際に売り上げ上がった。なんということだと。自分の今まで知らなかった世界にはこんなことが起きるのか、こんなことが起きていいのか、しかもそのお金ってのは俺のものだみたいなんですよね。今まで店に勤めるか会社に行くしかお金の稼ぎ方を知らなかった、そして体験したことがなかった私たちにとって、インターネット上でなぜか売り上げが上がったっていうこのね、魔法のような体験、しかもその売り上げに対しては誰かがお金を財布から出して払ってるってところがありありと見えたわけですよ。ということはですよ、そのブログで140円生まれたっていうことは、そのブログが1万個あったらどういうことだと、140万だぞと。じゃあ100万個あったらどうなんだ、まあこういうふうになっていくわけですよ。そして一旦作ったブログってのは永遠に消えることがないっていう前提がありますよね。これは私ね、すごいことだなと思いました。ですんでね、その土屋塾に入塾してお金を払って、よし、じゃあ1から10まで教わったことを全部やろうと思ったわけなんですよ。私の人生はそうやって変わりました。たった140円売れましたという全然誰か知らない人の体験が私の人生を変えたわけですよ。先ほどお話したお話もね、レオポルド・シューマッハ大佐の話も創作物ですよ。現実じゃないんですよ。でも私の人生を変えたわけなんですよ。次に、創作物ではないんだけども、見ず知らずの人が一生懸命ね、徹夜をしてブログを作って散々パラ頑張ってきて140円しか売れなかったのに対して、私は自分の人生を変えるのはこれだと思ったわけなんですよ。で、こういうふうにね、小さなエピソードで自分の人生を大きく変えるっていうね、イメージができる人ってのはあんまりいません。例えて言えばね、ここなんですよ。これ分かります？丸い図が書いてあるでしょ、丸い図。そして矢印の方向はだいぶ開いていきますよね。最初は小さな変化なんですよ。このぐらいの、自分でも気づかないぐらいの小さな変化なんですよ。でもその変化が日を追うことによってどんどん開いていくでしょ。だから小さな変化大事なんですよ。これかもしれないっていうのに一点集中するのむちゃくちゃ大事なんですよ。私はやる以上は成功させるという、それこそね、その銀河英雄伝説の名言集の隅っこにも乗らないような一つの言葉に対して、私の人生を変えるべき、これはね、マインドだと思って、私は胸に刻むようになりました。そして赤の他人が一生懸命やったんだけども、その対価に見合わないような140円に対して、これだと思ったわけなんですよ。この小さな私の変化が、1日目の変化がね、2日目、3日目、4日目、1年、2年、5年、10年とどんどん変わっていくことが、私はしっかりとね、ありありと分かったわけなんですよね。そして今その
変化の途中にいます。まだまだ私はこの差を開いていくと思います。以前の私はまっすぐ進むだけでしたけども、今はね、少しの変化を大事にして、その変化が急角度に向かっているところだと思います。きっと花屋龍馬さんも YouTube を始めるときに、俺にできるかな、何が起きるかな、見てくれるかな、アンチコメントないんじゃないかなと、いろんな心配があったと思います。で、ウォートー君の動画を上げました。その動画を1本上げたのは、確かに小さな変化や小さなきっかけ、小さな挑戦だったと思うんですよ。でもそこから1年経ってね、今どうでしょうか。どんな人生変わりました。凄まじく変わったんじゃないですか。いや、 YouTube ってものをやろうと思わなければ、その小さなきっかけがなければ絶対に起きなかった人生だと思うんですよ。と考えるとね、私はね、小さなきっかけを見逃さない人がまさにね、太陽をつかむと思います。さあ、そこでね、最後ちょっと私のお財布なんですけども、チャンスの見分け方について少しお話して今回は終わろうと思います。ちょっとね、くしゃくしゃっとしちゃいます。1万円札くしゃくしゃっとしますよね。これ見てください。これで、もう一個はこのさっきのね、くしゃくしゃっとします。はい、2つのくしゃくしゃがあります。チャンスってのはこういう形で落ちてるんですよ。これが遠くの道端にあります。普通の人はゴミだと思って通り過ぎます。普通じゃない人は、あれ、なんだろうと思ってちょっと見るんですけども、なんだゴミかと言って通り過ぎます。私はこの小さな変化に対して、まずね、開いてみるってことをするんですよ。あ、ゴミだったな。次は、あら、チャンスじゃん。なんでこれみんな気づかないんだろう、そこにあったのに、一日何人も取るのに。まあ、これが私が日々行っている小さな変化の、そして小さなチャンスの見つけ方なんじゃないかなと思いますよね。ポイントサイトのモッピー、1円なんてやらないでしょ。昨日は0ポイントやりました。それによって私はまた別のところに向かっていくんだろうなと思います。あの、3年で1億円稼いだ私の事実があります。そしてそれ以降もね、稼ぎ続けてますけども、それはこういうふうなことをする、その向こうにあったり、誰もがやらない、誰もがまたいで通る1ポイントに何分もかけてね、何分もかけてアンケートをしっかりと答える、その先にあったんじゃないかなと思うんですよ。大半の人はやらないでしょ。だから大半の人になるんですよ。私は大半の人がやらないことを自分だけはやるんですよ。だから自分だけの人生になっていくんですよね。もう一つ付け加えますけども、特別定額給付金のテーマで動画がたくさん上がっていたと連絡があります。いろんな人が YouTube チャンネル作っていたと。そして今年はもう見込みがないなと思った瞬間、その話題を出せなくなったというふうに聞いてます。私はですね、ダメだと分かったから余計やるんですよ。だってダメだと思って、それがもうね、可能性がゼロになりましたっていうところで叫ぶ人がいなくなったら本当にゼロ確定なんですよ。いや、無理だと思うから無理を突破するためにね、やっていくんですよ。それが挑戦ですよ。無理を無理じゃない方向に変えていく、この過程が挑戦であり、少数派を多数派に変えていくのが民主主義のまさに動いているその瞬間なんですよね。多数派を過ぎるのは、実はこれはね、共産主義なんですよ。民主主義というのは、小さな声、小さな動きがいかに大きくできるかに向かっていく、挑戦する、その少数派の最初の動きのことなんですよね。だから小さい声にも耳を傾けるってことを大切にするんですね。最終的にはそれが多数派になるんですよ。多数派になった瞬間にまた新しい少数派が生まれてきて、その少数派が多数派をまた駆逐していく、この繰り返しでね、どんどん体制が変わっていくということでございます。ちょっと話が大きくなりましたけども、私はもともとはね、こんな1万円札なんてくしゃくしゃできる身分ではなかったです。それこそ1円5円10円が財布の中にある時の方が珍しかったホームレス時代が2年もあるんですよ。1500円が財布の中に溜まったらね、やっと風呂に入れると思ってサウナに一晩泊まる、そんな生活から来てるわけですよ。今この1万円が当時の私に渡せたら、当時の私はね、これで何回風呂に入っただろうかなというふうに思いますね。はい、それでは今回は以上です。花屋龍馬さん、また動画の方待ってます。そしてですね、今度1月16日の21時からZoomライブがまたありますんで、そこではね、ラフにリラックスした雑談会を楽しみましょう。それではZoomライブのチャンネル送りますんで、今しばらくお待ちください。あ、動画概要欄につけておきますよね。よろしくお願いします。